はい、毎度フジモンです。はい、ちょっと今日はこちらの真っ赤なワークス紹介します。オーナーさんです。オーナーさん、お名前は？ジュンスタイルで。ジュンスタイルさん、はい、はい、目立つ色ですけど、はい、どんな感じですか？もう前から行きましょうか。エアロー、はい、エアローがこれワンオフで ESB さんで、ボンネットが ESB で、バンパーも ESB でワンオフ加工。ワンオフ加工、はい、おー、まあ、ESB のバレルのバンパーに、はい、チンスポをつけてもらった感じです。この辺は元からなんですか？あ、メッシュはそのまんまです。でディライトは後付けで、はい、でヘッドライト行くと加工ですよね、はい、このイカリングっていうんですか、はい、がなんか、イカリングはもうそういうキットのやつで、キットのやつで、はい、でここのアクリルを加工してもらってる。なるほど、はい、で横行くとオーバーフェンダーがの ESB の汎用オーバーフェンダー、はい、でホイールが、ホイール渡辺ですよね、はい、めっちゃ綺麗ですね。いやいやでこれがサイズ的には、9J のマイナス13、 9J のマイナス13 リアはリアも通しです。通しですか、はい、タイヤサイズが185の4、15、いや綺麗ですねこのほんま、はい、渡辺ね、当時ものですよね。いや、最近ですか、はい、タイヤ、あ、なるほど、な感じです。で横は、横サイドがもう ESB で、はい、はい、もうなんかサイドはおとなしめで、そうです、はい、でリアが ESB、 まあエアロはほぼ ESB そうですね、はい、でリアウィングも ESB で、後ろ行くとこんな感じ でテールが変わったんですか、これ、はい、テールはこれ LCK のシーケンシャルのやつだね、はい、はい、でバンパーも ESB、はい、でマフラーが、マフラーが、ワンオフで富士、ユタ工房、ユタ工房さんね、はい、これちなみにどんな音するんかちょっと後で、はい、聞かせてもらいますね、はい、まあ、見た目こんな感じですよ。これなんか意識したもんってあるんですか？幅の動力見てはりますね見てユンコ商店さんね、はい、そうですね。幅これでどれぐらい出てる感じなんですか？どれぐらいなんでしょうね。もうオーバーフェンダー取ったらタイヤ半分ぐらい出てるぐらいまでいってるから。ああ、このラインか。ちなみにリアドアって開かないです。開かないですよ、はい、そうか、あ、見ようがないっていうやつですね。なるほどね。OK です。じゃあちょっとボンネットとか中なんかしてはります？あ、ったらトランクから。お、嘘や、これ知らんかったわ。オーディオカーなんですか？これが、まあ、MTX の何インチ、はい、15インチ2発、はい、で下ボックスになってる。ボックスになってます。でミッドが、ゼロ、グランドゼロ、グランドゼロ、はいはい、のこれフルですね。フルレンジですね、はい、外向けにしてあるって感じですね。そうですね。が4発、はい、アンプとかは、中アンプが後ろ荷物がいっぱいなんで、え、ちょっと待って、ここもアウターバックで、そうです、ロックボードで、ここはロックボード、おー、あ、ここね、はいはいはい、ロックボードのアンプが2枚とカロッツェリアのアンプが1枚、はい、ロックボード一発でこいつ鳴らす。そうです。そうですか。でミッドをカロッツェリアで、あ、そういうことか。ウーファー一気掛けでロックボード、あー、そういうことね、はい、はははは、なるほどね。うわ、中もでもこうやって見たら結構
汚いです。いやいや、グッドガンさんのバケット2脚入ってるんですけど、はい、これなんですか？パッドはあのあれです、オリジナル中村直樹さんの中村直樹あのドリー D1 の、はい、あの人がスケあのオーダーしたらしくて、でそれのそうこういう柄があるんですね、はい、グッドガンさんで作ってもらってたやつを買いました。はあ、また独特ですよねこれ。和柄が好きなんで、いかつい、でさっきも言ったように、はい、アウターバッフル、はい、で追加メーターはブースト、はい、ブーストゲージ、はい、あでここで音量、ナビの音量調整とかを、なるほど、はい、でハンドルもグッドガンさん、はい、こんな感じですね。ボンネットいいですか？はい、あやらもうか。いやいや。取らせるからお金を。いやいや。今後すみません撮影中なんで。あそうですね、これがね電気が。いやいやいや。コンピューターはね。ラインナップちゃいますちゃいます。ごめんまたお父さんが。はい、気を取り直して、はい、気を取り直してね、いや仕事してください仕事をね仕事はい、ということで、ボンネット開けたんですけども、まずぐちゃぐちゃですヤクリがどこやったかな、テイクオフさんテイクオフはい首かしげてますけど多分はいでなんかいろんな配線がもうあのイカリングとかの、ああなるほどね、この辺左右にね、はい、ヘッドライトなんでねありますよと。であとは、あと変えてるとこって言ったらテイクオフの、はい、見えへんかなテイクオフブローオフバルブが、あブローオフ、はい、この下に、はいはい、はいはい、あこれね、はい、はいはい見えますね。はい、でコンピューターが一応キャドカーズさんのフラッシュエディター書き換えですね。なるほどね、はもうここは純正のものなんで、はい、フラッシュエディターね、はいはい、はいです、はい、すごい真っ直でね、そうですもうオーディオ線は4ゲージが、はい、いきます。こんな感じで、ちなみに足回りはフィールさんで、フィールさん、はい、減衰調整ついてですね、はい、こんな感じですわ。だから今から今後なんですけど、はい、どんな感じで、これ路線的にはどんな路線なんですか？難しいですね普段乗りもできてっていうオリジナルの、まあ、自己流ドレスアップっていうか、そうですね、だからもう、うん、まあコンセプトで言ったら旧車ルックを目指してたんですけど、はいはいはい、ちょっとやっぱり似つけないとこがあるので、はい、もう自己流って言ったらいいですかね、自分なりのボディ色はもう純正の赤なんですか？純正の赤のままです。なるほどね、だからまあちょっとオリジナルで、はい、こういう独自の路線を追求してるって感じですね。いやでもすごいですね、なんか結構要所要所にオーディオハイリーの、まあ、旧排気やリーの中もやリーの、まあ、均等にこう手かけてるって感じですね。なるほど。じゃあちょっと最後にあのマフラーの音だけ聞かせてもらっていいですか？どんな音するんやろこれ。意外に低いですね。ちょっとだけ踏んでもらって。でも回しても低い。いい音してますねこれ。ありがとうございます。ちょっと下見えるんかなこれ。こっから日本内ね。左出しも珍しいですもんね。そうですね、あんまないので。ないですもんね。OK です、ありがとうございます。
なかなか貴重やね、この何も詰めない状態ですけど詰めないです、ね、お茶目なのはね、ちょっと締めらさせてもらったね。ここカメラって書いてあるんですけどちゃんと煽んなよってねということでね、はい、ということで結構この止め立ちの赤アルトワークス紹介させていただきました。ありがとうございました。じゃあまた。